観光部から1943年に撮られた観光後のリシュリュー級戦艦、リシュリュー。特徴的なマックがよくわかる写真。マックとは煙突にマストの機能を組み合わせた構造物のことでマストとスタックを合成した語である。日本語ではそのままマックと訳す。軍艦としての搬送用マストは19世紀になると蒸気機関。 ディーゼル機関の信頼性向上などによりその地位を奪われ本数は1本にまで少なくなった。柱は見張り台や単照灯の基部として、ヤードは軍艦機や戦闘機や平時、戦時に他戦に信号を送信する国際信号機を形容するためなどに使用され続けた。その後、無線機の開発により船舶無線のためにアンテナ船の展開帳を確保のために マストは、軍艦の重要な施設として残された。本数は再び日本に増えたが、全部マストは、船橋が大型化して、大型環境化すると、簡素化して、次第に設けられなくなった。同時期に、環状構造物の複雑化に伴い、重心低下のために、後部マストも、簡素化の一途をたどり、ついには、フランス海軍のリシュリュー級戦艦では、 後部マストは廃止され、構造上外せない存在である煙突に、後部マストの機能を一体化させた。断面が四角形の煙突は、半ばで斜め45度後方に曲げて後方に、肺炎させ、煙突の髪型に、アンテナと即距離や、射撃式装置を設けた。第二次世界大戦時に、感染用レーダーが発達し、レーダーアンテナを高所に設置する、必要性があったが、 その用途のためだけにマストを設けるよりも、煙突効果のために高くせざるを得ない煙突に、設置した方が効率が良いために、同大戦後は、イタリア海軍のビットリオ・ベネトから現在に至るまで、世界の軍艦に採用されており、海上自衛隊でも、高槻型護衛艦から採用された。しかし、1960年代から軍艦、特に戦闘艦艇の指揮官が、 蒸気タービン機関からディーゼル機関やガスタービン機関へと移行し始めると戦闘艦艇の設計においてマック構造を導入する例は急速に減っていった特に従来の蒸気機関やディーゼル機関よりも高温の排気を大量に排出するガスタービン機関を使う場合煙突を大きく低くして大量の排気を効率よく排出できるようにする必要があるが マック構造では、レーダーアンテナを設置する、必要上煙突もある程度高くしなければならない点で、前述の条件と矛盾する。また、マック構造では、排気口とレーダーアンテナとの距離を空けにくい上に、レーダーアンテナが、ガスタービン機関からの高温排気にさらされる、可能性が高く、電子部品の劣化や故障などを招きやすくなる弱点がある。このため、 ガスタービン機関を指揮官として搭載することが主流となった、巡洋艦や駆逐艦、大型のフリゲート艦などの主力戦闘艦艇では、低く太い煙突とレーダーアンテナルを搭載するための高いトラス型マストないし、等型マストを設置する構造が主流となっている。指揮官がディーゼル機関のみで構成された戦闘艦艇の場合、ディーゼル機関は、 蒸気機関のような煙突効果を必要としないために、マック構造を積極的に採用する意義に乏しいが、一部の鑑定には、マック構造と解釈できるような構造をした鑑定もある。指機関をガスタービン機関のみで構成した、加合具や小合具、コグラグは、もちろんのこと、ディーゼル機関とガスタービン機関を併用する、コドッグやコダグ、コッドラグ、コッドログも含む、 一つの推進軸を複数のディーゼル機関で駆動させるコダッド方式を含む。主にそれほど高速航行能力を要求されない、懲戒鑑定やコレベット、小型のフリーゲートに多い。ありがとうございます。